裏コインを何ペットボトルの中に入れるっていう、うん、開けずにね、うん、はい、ですね、ここに1円玉があります、うん、これを、ここの中に入れたいと思います。ここの中ってどういうこと？ペットボトル、ペットボトルの中に開けずに、この水の中にってこと？はい、いきます。それでは行きたいと思います、はい、この1円玉をペットボトルに入れていきたいと思います、うん、まずはお祈りをします。お祈りする？マジックなのに、まあ、正直ここの言葉は何でもいいんですけどお祈りさせていきます。まだ1円玉あります、うん、今入れた動作、空洞を開けたんです。あ、空洞を開けたのね、今の開いてるんですね、意外と、はい、どんどん言ってるけど、力任せ入りました。嘘だ、厳しい、厳しい、本当に、はい、ここの裏にあります。一回見ていいですか？うん、あります。見てください。マジでバカじゃねえの、マジで。ちょっと待って、ちょっと待って、俺は売りすぎるんだけど綺麗に決まった。で、本当に信じてた？ふぅ、いや、信じてたというか、どういう、なんかバレバレのトリックどんどん使うんだろうなって。あー、そういうこと。嬉しいですね、ここまで綺麗に決めると。本当にやった甲斐があります。幸せでございます。はい、ありがとうございました。ちょうど風呂入りたいって言ったし、はい。さあ、今逆ドッキリ終わった、はい、あとでございます。ということで、ジャン君のマジック練習企画。あの、失敗したら温かい目で見て、なんといらない企画でしょう。何してんの？じゃあ、なんかもう、じゃあ行きます。10円玉入れるマジック、どこに？ここに。無理だって。誰か、やめろ。マジで失敗したら、あの、温かい目で。だるいだるい。見れたら見てあげる。ありがとう。成功すると思いますか？行きます。あれ、まさかのスルー。今からここに10円玉を入れたいと思います。直接的に上のタオルの上から入れたいと思います。見てください、このマジな顔。こんな人が成功するんでしょうかね。それではキャップを開けてタオルをかぶせたいと思います。10円玉持ってますか？はい、ちゃんと種も仕掛けもないやつやって。種も仕掛けもあります。いきます。まず一つ、トリックが見破れたら見破っていいからね。今の動きなんだ、クソダセえな。最初チェックありますか？ギュルーって落としたぞ。ねじり込んでます。その手邪魔なんですけど。はい、入りました。くそだ、もう一応、あの、最後もお付き合いください。分かっちゃうだろ、こんな。今ポケットに手入れた。いやいや、お付き合いください。いやいやいや、あと絵面的にね。はい、ちゃんと見事下に入りました。ちゃんと確認してください。本当に入ってます、本当に入ってます、ちゃんと。うわー、やられなんとドッキリ2発目。俺うまいな、ラク。ごめんね、ラク。大丈夫、気持ちよかった？気持ちよくねえよ。クソ腹立つよ、こんなんやる。これをみんなやってるから引っかかったでしょ。うん、普通に引っかかった。前回これ剛くんがやって、なんと鼻の中に入ったようです。俺も入った。みんな入るから、これ失敗した時俺もそこにいないといけない。そうそうそう、見ててって。このうちも今から10円玉をですね、この中に入れたいと思います。
るのね。ズッキーニ入りました。赤やろてめえ。いやこれ本当はラッキーやってやつ。これ引っかかったんですけど。これ覗いてってた時無重点でしょ。これ10円玉。知ってんだよ。やろうぜともや。ちょっと、うん、上抜いていいか。ダメ。クソダセいから、うん、ちょっと温かい目で見ようと思って。ちょっともう一回マジックショーのくでかい。やっていかない。どうぞ。今からここに。楽しい。一応最後までお付き合いください。はい。ごめん。今からこの10円玉をタオルの上からこの中に入れたいと思います。はい、それではマジで蓋して。蓋開いてるんですね。はい、でもかぶせてるので。ああ、はい、本当に出せよこれ失敗したら。そうね、じゃあここに10円玉があります。ハンネスインニーションのロングトンボハンゼハンゼシャーせっだっせ。いったんちゃう。ああ沈んだってこと。見事、この中に入りました。見てみてください。本当に入っています。左目がだ第2回目いて。おい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 痛いっしょ。来たこれ大丈夫。もう何も見えない。